歌の賛美を捧げましょう。2019年4月14日、ただいまより手術第二礼拝を始めます。総額のうちにしばらく祈りの時を持ちましょう。
お起立くださいまして、聖歌112番、主なる神を賛美いたしましょう。3つの愛。主なる私たちの神はただ一人の主である。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして主なるあなたの神を愛せよ。自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。アーメン。どうぞご着席ください。お祈りいたします。愛する御在天の父なる神様、あなたの尊き皆をあがめ、心よりの賛美をお捧げいたします。神様と少しも変わることのない真理の御霊なる聖霊様、歓迎します。私たちの心の内側を清め整えてくださり感謝です。過ぎし週も守られ、愛する兄弟姉妹と共に集い礼拝を捧げてきます幸いを感謝いたします。賛美の中に住まわれる神様、今日柴田牧師を通して語られる御言葉の中に、兄弟姉妹の姿の中に、この街道を満たす雰囲気の中に、あなたの似姿を表してください。やがて地上と天上を満たす天国の姿を先駆けて知ることができますように導いてください。神様の導きにより集められた皆様に聖霊様がとどまり、共に歩んでくださるよう願います。私たちを危険から遠ざけ、日々直面する苦難や問題さえも糧として、私たちの魂を永遠に朽ちることのない輝く宝へと変えてくださることを信じます。
世界のすべての人々が神様と御子イエス様を信じ、天より与えなく注がれる恵みと喜びを受け取ることができますように、この礼拝の場と私たちを存分に用いてくださいますよう願います。この祈り、我らの救い主イエス・キリスト様の御名を通し、皆によりお捧げいたします。アーメン。本日の説教の聖書箇所を朗読いたします。ヨハネによる福音書15章12節から17節までです。新約聖書167ページの上段です。ヨハネによる福音書15章12節からです。私の戒めはこれである。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。人がその友のために自分の命を捨てること、これよりも大きな愛はない。あなた方に私が命じることを行うならば、あなた方は私の友である。私はもうあなた方をしもべとは呼ばない。しもべは主人のしていることを知らないからである。私はあなた方を友と呼んだ。私の父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからである。あなた方が私を選んだのではない、私があなたを選んだのである。そしてあなた方を立てた。それはあなた方が行って実を結び、その実がいつまでも残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父が与えてくださるためである。これらのことを命じるのはあなた方が互いに愛し合うためである。アーメン。ただいまより磯田ファミリーによる特別賛美がございます。続きまして、愛の招待状 Because I love you と題しまして、柴田牧師より本日のメッセージを取り付けていただきます。
ジェルサレム、ジェルサレム、この金曜日に受難日を迎える受難週の礼拝に多分最もふさわしい賛美の一つであろうかと、思いますね。もう一度大きな感謝の拍手を送りたいと思います。もう素晴らしかったです。今日は、受難週の礼拝ということで、第一礼拝からたくさんの方が、共に礼拝してくださり、またネットを通して、この礼拝に参加される方も、心から主の皆で歓迎したいと、思います。皆様と共にまず朝の元気のいいご挨拶を、おはようございますをしたいと思いますね。よろしいでしょうか。皆さんとね、久しぶりの方も、遠くから遠くから来られた方もあって、本当に嬉しく、思います。それではご挨拶しましょう。皆様おはようございます。さあ、それでは今日は午後にはですね、墓前礼拝、また納骨式が、予定されておりますが、まずは神様の御言葉から私たちは命の糧をいただいてまいりたいと、そのように思います。ネット上にですね、間違ったメールアドレスというタイトルの投稿を発見しましたので、ちょっと笑っちゃったんですけど、ご紹介したいと思います。皆さんも時々メールアドレス間違っちゃったりすることありますでしょう。私もよくありますね。あるご夫婦が、バケーションに、休暇に出かけたそうであります。ご仕事のご都合でですね、ご主人だけ1日早くその地に行って、まあ、ホテルに入り、翌日奥様が来る予定でありました。ご主人がですね、ホテルにチェックインしましたので、奥様にメールを送ったんですが、そのメアドアドレスを間違ってしまったそうですね。その送られた先はなんとですね、昨日、元牧師であったご主人を失った老牧師夫人に送信してしまったそうでありますね。悲しみの中にある牧師夫人がメールをチェックしますと、あのメールには件名っていうところあるじゃないですか、タイトルのような一番上にね、その件名のところにですね、愛する妻へというメールが届いていたので、昨日ご主人亡くなってるんですね。びっくりして、すぐにメールを開いたそうです。そしたらこんなメールだったそうです。愛する妻よ、私はたった今チェックインしました。ここは最高に素晴らしいところです。明日あなたが到着するのを楽しみに待っています。夫よりって、気絶そうになったという話でありますが、まあ私たちも天を見上げる、来週はイースターでありますしね、特別なこの日曜の朝にですね、皆さんの心にもすでに私たちを多く愛する者が天にチェックインして、彼らからもメールが、どんなメールが届くかな、ここは最高に素晴らしいところお待ちしています、そんな急ぐ必要はないと思いますが、愛のメールが届くように、天からのアドレスがちゃんと私の魂に届くように、もう一度、心のアドレスを私たちはチェックしたいと、そのように思うのであります。さて、今日読んでいただきました、新約聖書ヨハネ15章の箇所、ここも大変有名なところでありますが、メッセージを、させていただくにあたり、もう何度も何度も何度も読み返します。一週間読んでまいりましたが、前半の15章9節から、まあ、15節の部分ですね、そこには神の愛の中にとどまり、神の愛に生きるのですという愛のメッセージですね。で、後半といいますか、最後の16節に行きますと、これはですね、私たちの教会の主任牧師である大岡嗣道牧師が中学校の時にこの御言葉を聞いて献身したという。ですから、もしこの御言葉がなかったら、聞かなかったら、今の私たちはここにあったのかな、この教会はなかったということでもあるので、大きな、意味のある一節かと私たちにとっても思うのでありますね。
その内容というのは神が私たちを選び使わされるとそう読みました。愛と選び、この2つには何か関係があるのかなと思いました。今回読み返しているうちに気がつかされたこと、それはですね、この16節の神の選びというのは、私たちが何か結果や成果をもたらすために選ばれたということではないということなんですね。これはただ愛による愛の選びであって、愛されたものの選びであるということだと思うのでありますね。ですから今朝私たちの皆さんのお手元にあります修法プログラムに印刷しました御言葉、これはですね、皆さんが持っている聖書とは少し違う訳、リビングバイブルという訳で印刷させていただきました。ヨハネ15章の16節なんですが、この訳がですね、この愛による愛の選びを最もよく伝えているかなと思いましたので引用させていただきました。では一度皆さんと一緒にですね、修法にありますね、修法の方ですが、リビングバイブル訳ヨハネ15章16節を一度読んでご一緒したいと思いますね。よろしいでしょうか。一郎さん、はい。あなた方が私を選んだのではありません、私があなた方を選んだのです、そして任命しました、だからあなた方は行っていつまでも残る素晴らしい実を結びますと。あ、いい訳だなと思ったんですね。他の訳との違い、特にこの後半部分ですね、他の訳ですと、私キリストがあなた、すなわち私たちを選んだのは、それはあなた方が、すなわち私たちが行って実を結ぶためであると読めるわけでありますね。すなわちこの神の選びの目的が、行って実を結ぶことである、そのために私はあなたを選んだと読めるわけですが、これが間違っているとは思いませんし言いませんが、主が伝えたかったのはそれではなかったんではないかなと思ったのであります。でも、この前半と後半をつなげるところですね、それは何々のために選んだというのではなくて、このリビングバイルではだから、実を結びますとこう訳しているわけでありますが、後半の私が言って実を結ぶは、前半の選び、私があなたを選んだ目的や理由ではなくて結果であるということがわかると思うのでありますね。まあ、実はキリストの足跡シリーズと952回目ですかね、時効列順に聖書を学べて、並べてですね、イエス様のご生涯を追っているわけですね。すなわち聖書は時効列順に並んでないということですね。156回目、2回目ですか。で、こうして時間ごとに時系列で学んでいると分かることが結構あるんですね。先週学んだのはブドウの木と幹と枝の関係、キリストがブドウの木であって私たちはその枝であると、そして枝である私たちは幹につながっていなければ実を結ぶことができない、つながっていれば実を結ぶって、でも離れたらつながっていなければ実を結ぶことは何もできないというメッセージでありましたですね。すなわち何かをする、実を結ぶということも強制や強いられて義務で行うことではなくて、ただ神は私やあなたを愛することを選んだ、なんか私たちが選ぶっていうふうに思いがちですが、そうではなくて、この箇所、私があなたを選んだんだ、私があなたを愛したんだということでありますね。それが神が私があなたを選んだという意味でありますね。すなわち神の愛には条件がないってことです。目的もないってことです。誠の愛は条件や目的、制限がない、条件付きではない、ただ神はあなたを愛されたって、すなわちあなたが神の愛の対象として選ばれたという唯一の理由は、神が私を愛されたということでありますね。何かのために愛された、選ばれたのではないということです。ですから先ほどの
ご一緒にお読みくださいました15章16節の前半の部分ですが、この選びをですね、愛に置き換えて読めば、分かるかと思うんですね。置き換えて読めるんです。ではちょっとここに、パワーポイントに出ていますので、これもご一緒にしたいと思いますね。置き換えた後です。1-3、はい。あなた方が私を愛したのではありません。私があなたを愛したのです。そして任命しました。だからあなたは行っていつまでも残る素晴らしい実を結びます。すなわち私がではなくて、主は神が私を愛してくださったから、私たちの人生に素晴らしい実がつながっているだけで、イエス様と一緒にいるだけで実を結ぶようになるって、神が結ばしてくださるという、むしろこれは約束でありますね。頑張らなくてもいいということです。ね、使命あるいは責任感に縛られる必要もないということです。自然と受けた身を、受けた同じ愛の身を結ぶようになる。でもそのために私につながっていなさいと主は言われているのでありますね。先ほどから、聖書は愛と申しますが、現代は私たちの社会は愛が安売りされている世界だと思うのであります。愛が氾濫し、混乱している、愛を失った愛の時代ということができるでありましょう。皆さん、愛と似たような言葉に好み、英語ではですね、愛 love と好みは like ですね、似ている言葉ですが、この2つ違う言葉でありますが、どうも混同されてしまっているような気がいたします。皆さんはこのようなステッカーをですね、どこかで見たことございませんか？ありますでしょう。これ、車のですね、バンパーですとか、時にはニューヨークに行かれた方なんかね、このステッカーをスーツケースにこう貼ったりしているのを空港で見たりもいたしますが、最近はですね、新しいのもあるんです。こんなのもあるんですね。これどうですか？最近ね、埼玉の映画がなんかすごい、すごいこうブームになっちゃってですね、埼玉出身の人ごめんなさいね。あるいはね、こんなのもあるし、先週もラーメンのこと話したような気がするんですけど、これですね、ラーメンって書いてありますね。いかがでありましょうね。皆さん、ちょっと最初の方に戻していただけると、パワーポイントこれですね。この、有名なマークでありますけど、この皆さん赤いハートのところに入る言葉はご存知ですか？ここに何が入るか、これ英語なんですけどね、これ皆さん読むときに I love New York って読むんですよね、このハートのところ。でもですね、よく考えてみますと、このハートマークに入る言葉っていうのは本来 love ではなくて like であるはずなんですよ。ニューヨークが好き、ニューヨークが好む、それを度が超えてラーメンを愛するってことになったということでありましょうがね。よく考えていますと、首都も埼玉もラーメンも皆同じ愛を使う時代になったということですね。ですから、若い人は分からないですけど、これも愛、あれも愛、多分愛、きっと愛なんてなんだか分からない時代、そんな時代に私たちは生きているのではないでありましょうかね。人は人である以上、愛が必要なくなる。 AI がどれほど進もうが、月や惑星に行けるようになったとしてたとしましても、人である以上愛が必要になくなる時代はやってこないのであります。今日司会者の方も、キーボードの奏楽者もお医者さんでありますけども、この方もクリスチャンのお医者さんなんですが、アメリカ人のドクター・カール・メニンガーというお医者さんがこう言ってるんですね。聞いてください。お医者さんですよ。愛が人を癒しますって、お医者さんではね、愛が人を癒します、愛を受ける人も、これは分かるんですが、次です、愛を与える人も愛は人を癒します。もう一度言いましょうか。愛は人を癒します。愛を受ける人も、愛を与える人も、
愛は人を癒すのです。素晴らしい言葉だと思いますね。愛は私たちに喜びを、魂の平安を、何があろうとも。美しいですよね。内側の世界です。生きる希望を、力を、感謝をもたらしてくれる。神から人類に与えられた天の最高のギフト、贈り物なのでありますね。この時代が混乱しているのは、その愛を間違った場所に探しているからです。求めているからです。主は私こそが誠の愛を持っている。私は誠の愛を持っているからあなたにあげよう。そうは言わなかったです。そんなこと言ってないです。第一ヨハネの、今ヨハネの福音書ですが、同じヨハネが書いた手紙ですが、第一ヨハネの4章というところ、7節と8節の言葉なんですが、こう書いてあります、はっきりと。4章の7節、愛は神から出たものなのですって。愛というのはどこから来たかって聖書に書いてあるんです。で、これ英語を見ますとですね、まあ、いろいろな訳がありますが、For love is of God って美しい言葉だなと思うんですね。愛は神に属するものという、そういう意味ですね。またもう別の訳では、Love comes from God。愛は神から来るとなっています。そして一節後の4章の8節には、この言葉です。皆さんもよくご存知、ご一緒しましょう。一野さん、はい。神は愛なりって。素晴らしい言葉ですね。これ聖書の言葉ですね。God is love と書かれています。すなわち愛というのは、something、何かではなくて、somebody、誰かであるということなんです。ものではないんです。私が誠の愛であって、だから、私のもとに来なさいって、私につながっていなさいと、神は私たちに言っているわけですね。まあ、だからといってですね、愛が分かったと、そんなことを言っているわけではありません。聖書が教える神の愛の中で最も分からないもの、最も理解難いもの、皆さんそれ何だかご存知でありましょうかね。神の愛について聖書書かれているんですよ。随分学んできましたけども、私も長く神の愛について今でもどうしても理解できないものがあるんですね。それは何故に神はこんな自分勝手で罪人の私を愛されたのかっていう疑問です。そして神は知らないで愛してるんではない。知っていてですよ。今なお私を愛することができる。愛していて、しかもこれからも私が何をしようがしまいが、これからも愛し続けるっていう。私にとってはこれこそ、神の愛のミステリーと思えるのでありますね。どうしてだか、人である私たちには分かりません。計り知れません。でも神はその私たちが何が最も必要であるかをご存知であったということでありましょう。人には愛し愛されること以上に大いなるニール、必要はないということです。どんな財産も地位も名誉も誉れも健康でさえ、この愛をよりも私たちに必要なものは人にはないということを神はご存知であった。それはなぜかというと、私たちが愛である神に似せて作られたと聖書が語るゆえであります。だからたとえ私が私自身をどう評価しようが、皆さんが自分のことをどう評価しようが、そして他者がたとえ私のことをどう評価しようが、そしてもう一つ、たとえあなたが私が神をどう評価しようが、その存在を含めて、
どう思うが、神はそれでもなおいつもいつまでもあなたを愛されるという、その神の選びのことを言ってるんです。これこそ神が誠の愛であるということの証であるのでありません。今日の聖書の箇所は私たちの信仰の選び選択について語っているのではありません。私たちが何をどう選ぼうが愛はそれを包むって言ってます。神はあなたを愛し、あなたを愛することを選んだという天の事実は、真実は、たとえこの地が動き滅びようとも、動くことも変わることも滅びることはないと神が約束された箇所なのであります。実は以前もご紹介した本なんですが、読まれた方も多いと思いますね。ベストセラーになった、聖教の白石さんっていうこの本ですね、元東京農工大学、の聖教職員、聖教ってありますよね、グッズ売ったりね、いろいろ相談してくれたりもねするんですよね、白石正則さんというその職員が、これはですね、学生からこう聖教に寄せられてくる質問とか疑問とかお願いとか要請とかいろいろ来るわけですよね。それにこの聖教職員の白石さんがこんな感じで、掲示板にですね、出してですね、質問に答えていたのが大変こう有名になってしまってですね、それが本となったものなんですね。これを読みますとですね、若者はいろんなものを探しているってことが分かります。愛を探しているのは学生も若くても同じでありますね。一つご紹介したんですけど、その学生の質問ですね、普通聖教に対する質問は鉛筆がとかノートがあってですけど、いろいろな人生の悩みなんかも学生は、こう投稿してくるそうですね。こんな質問です。愛は売ってないのですかって、愛は聖教に売ってないのですかって。皆さん、若い学生さんからそういう質問を受けたらなんて答えます？なんて返します？売り切れです。いやいやいや、売ってませんね。白石さんの答え聞いてください。どうやら愛は非売品のようです。あ、なるほど。もしどこかで販売していたとしたら、それは何かの罠かと思われます。くれぐれもご注意くださいって、ナイスな返答でありますよね。そうです、聖書にある神の愛も非売品であります。しかも賞味期限も消費期限もありません。西野かなさんも言っていました、永久保証の一点物。そうです、この聖書こそが私たちの人生の幸せになるための本物の取説なのであります。さあ最後に、一つのことを考えてみたいと思うんですが、もし愛に形があるとしたら、どんな形をしているのだろうかという質問です。最後の実話ストーリーを通して皆さんも共に考えていただければと、思うのでありますが、私の娘の、今度5月に会うんですが、娘のご主人はカナダの空軍ですね。でこれはアメリカのミリタリーサイト、軍に、軍の人たちが、この何ですかね、持っているその投稿といいますか、そういうミリタリーサイトに投稿された実際の内容ですね。こんな感じです。昔若い軍人であった彼は一人の美しい女性と恋に陥ったというのですね。そして婚約をしたそうであります。ところが戦争が始まり、彼はすぐに遠くの戦地に送られることとなったそうです。最初の任期1年が終わって無事帰国した時に結婚式を挙げようと、結婚の約束、すなわち婚約をして旅立ったそうです。しかし悲劇はわずか数週間後に起こったそうです。ハイウェイを運転していた彼女は、
飛び出してきた対向車と正面衝突し、数日後かろうじて意識を取り戻した彼女は全身包帯に巻かれ病院のベッドにあったのであります。顔面および頭部を強打した彼女の顔は誰だかわからないほど変形し、脳にも損傷があり、顔の筋肉を司る筋肉機能を失ったそうであります。周りの反対と心配とを押し切って鏡を見た彼女はショックと悲しみで倒れそうになったそうです。そして泣きながらこう言ったそうです。昨日美しかった私は今日からモンスター。そして彼女は愛するフィアンセのためにも自ら婚約の約束を解いたそうです。彼のためにも再び私は彼のことを思うことはないと、会うことも決してしないと心に固く誓ったそうです。一方戦地に赴いた青年は1年間彼女に手紙を送り続けたのですが、一通も返事がなかったそうです。電話をしても彼女が電話に出ることはありませんでした。そして1年後のある日、彼女のお母さんが彼が戦地から無事帰国したことを告げたのであります。すると彼女は、お母さん、どうか私がここにいること、私がどうなったかは決して伝えないで、そう叫んだそうです。すると母がこう言ったと。聞いてちょうだい。彼は結婚することとなったの。そしてあなたにその結婚式の招待状を渡してほしいと。これが彼の結婚式の招待状。それを聞いた彼女の心はもうどこにもないと思っていたはずの涙であふれ、彼女は心定めて結婚を諦めたとはいえ、彼のことをまだ愛していたのであります。そんな心を隠しながら手渡された彼の結婚式招待状を開いて彼女は目を疑ったので、その招待状の花嫁の欄になんと自分の名前が記されていたというんです。これはどういうこと?と母に聞いたその時、大きな花束を抱えた彼が部屋に入ってきて彼女のベッドの横にひざまずき、ちょうど1年前のあの日聞いたあの言葉、 Will you marry me? 私と結婚してくださいますか。その言葉を彼女は再び耳にしたのであります。その言葉を聞いた彼女は自分の顔を両手で覆い、私はこんなに醜いのと泣きながら答えると、彼がこう言った。実はあなたのお母さんが事故のことやその後の様子も教えてくれていた、そして写真も送ってくれた。私はあなたの写真を見て何一つ変わっていないと、あなたこそ私が愛した唯一の人であると、あなたは昔も今も美しく何一つ変わっていない、なぜなら Because I love you、 私はあなたを愛しているからだ、そう言ったと。 Because I love you。 愛する兄弟姉妹、この誠の愛は一体どこから来るのでありましょう。この誠の愛は人がこの地上で作り制作したものではありません。神が天で作り
十字架の上で自ら作り、あなたに、私に贈られた天からのギフトであります。愛の形とは、その本当の愛とはどんな形をしているのでしょう。愛の形といえば、あのハートのマークだと思っておりましたが、愛の形とは、それはあなたを愛する一人の人が十字架に釘打たれている形であります。今日、罪や自分勝手に染まり、うちに美しさの微塵もないようなこの私のために、そんなあなたも変わらずに愛して、あなたを選び、あなたのために、今日あなたの心の部屋を訪ねてきておられるイエス・キリストのこのお方の愛の招待状を、今日あなたもしっかりと握りしめ受け取ることができますように。あなたが私を愛したのではありません。私があなたを愛したのです。そしてあなたを選びました。だからあなたは行って、いつまでも残る素晴らしい愛の実を結びます。アーメン。お祈りします。愛する神様、この金曜日、あなたはこんな私のために、天を捨て、神であることも捨て、人となり十字架にその命まで与えてくださったこと、この受難週を迎えて、今日あなたはここにあるお一人お一人に、あなたの切実なるこの誠の愛を、どれほどあなたが私のこと、たとえ私が、人がどう思うが、たとえ私があなたのことをどう思うが、あなたは私を愛することを選んだと、そう私に教えて伝えてくださるイエス様あることを心から感謝します。どうか今日、お一人お一人のその心の内に、私たちが最も必要としている、なくてはならないあなたのこの誠の愛を、永遠の愛を受け止めることが、お迎えすることができますように、神様助けてください。尊いイエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。数分間、小さな小さな声で主の前に共に祈る時を持とうではありませんか。アーメン。愛する天のお父様、
神様、どうぞ安さんの上に、高谷さんの上に届いてくださるようお願いします。これから捧げる捧げ物の上に主の豊かな祝福と喜びあふれますよう、尊いイエス様の名前で感謝してお祈りします。アーメン。さあ、それでは、献金の時、主へのお捧げ物、ゲストの方、初めての方はご心配なく、献金袋が回りますが、パンフレットの中にあるアンケート用紙を、献金の代わりに入れてくださればと思います。丸をつけるだけ、白紙でも、構いません。またお帰りの際、受付で提出してくださればと、そのように思います。愛する兄弟姉妹、今日は受難週、神の愛の賛美を選びました。主の愛の長うちに、これをもって主への捧げ物いたしましょう。
ぎこい願くは、主イエスキリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊様の親しき御交わり、我ら一同と共に、常に限りなくあらんことを。アーメン。どうぞご着席ください。第二礼拝、多くの方がご出席くださいましたこと、心から感謝申し上げたいと思います。お手元にあります、プログラム手法、カモイニュースから簡単にご案内させていただきます。